はい、すぐれもん自動車用品の久世です。以前にですね、輪廻水垢一発の、スポンジは磨き傷を、つけてしまうのかという動画がありました。はい、この動画に関してですね、研磨剤を、シャンプーで、しっかり落としてから、検証してくださいとの、コメントがありました。ありがとうございます。はい、今日はですね、再度、検証させていただきます。はい、以前のですね、配信動画で、輪廻さんの、水垢一発に付属している液剤を、塗るスポンジで、塗装表面に磨き傷が、ついてしまうのかなどを検証した内容でした。はい、この動画に関してですね、研磨剤を、シャンプーでしっかり落としてから検証してくださいとの、コメントをいただきました。はい、スポンジ検証前にですね、テスト用として使うトヨタセンチュリの、トランクパネルをポリッシャーで磨きました。前回のですね、動画では、磨いた後すぐにスポンジの検証をしました。はい、ポリッシャー磨きをする際にですね、液体の、超微粒子、コンパウンドを、使っていますので、このコンパウンド、これ研磨剤のことですね、この研磨剤が、塗装面に残っている可能性がありました。はい、今回はですね、磨き後、シャンプー洗車をしてから、スポンジの検証をすることにします。はい、今回もですね、トヨタセンチュリーの、トランクパネル、カラーナンバー202ブラックと、今回新たにですね、トヨタハリアーの、リアスポイラー、カラーナンバー202ブラック、この2つのですね、パネルを使いまして、再度検証します。はい、まず最初にですね、シャンプー洗車をして、ホコリ、汚れなどを洗い流します。これボディに使う業務用シャンプーです。はい、次はですね、塗装面のザラつきのチェックです。ほとんどですね、鉄粉は、ついていないようですので、今回はですね、シュワラスターさんの粘土クリーナー、下地作り用ではなく、ノーコンパウンド、メンテナンス用で、掃除をします。はい、粘土クリーナーが終わりましたので、これからポリッシャー磨きです。はい、塗装表面の薄い磨き傷は、ほぼ取れました。深い傷は、まだ残っていますが、テストのできる状態になりました。はい、次はですね、トヨタハリアーのリアスポイラーを磨きます。
はい、塗装表面のですね、薄い磨き傷がほぼ、取れました。テストのできる状態になりました。はい、磨きのですね、終わったパネルの、塗装面に残っている、研磨剤ですね。その研磨剤を確実に落とすためにもう一度シャンプー洗車をします。シャンプー洗車が終わりました。水垢一発の付属のスポンジです。仕上げ用バフと同じ材質の目の細かいスポンジです。最後はですね、ポリッシャーにこのバフを取り付けて磨きます。はい、塗装表面にですね、薄い磨き傷がつきました。
はい、次はですね、仕上げ用バフと同じ材質の、塗装に優しいスポンジです。ちなみにですね、これは試作品で、販売はしておりません。塗装表面に薄い磨き傷がつきました。両者をですね、比較しますと、塗装に優しい仕上げ用スポンジの方が磨き傷が目立ちます。スポンジを押し付ける力加減の違いかもしれません。はい、水垢一発のですね、スポンジは手で押さえながらスライドしている感じでしたが、仕上げ用スポンジは手でしっかり握って押し付けている感じで磨いていました。はい、次はポリッシャー磨きです。磨き傷はほぼ、ついていません。はい、次はですね、トヨタハリアのリアスポイラーです。このパネルには、水垢一発ではなく、3M のインペリアルハンドグレースを使います。はい、これ 3M のですね、ハード 2L は、仕上げ用のコンパウンドですが、このコンパウンドはですね、仕上げが終わった後に使う、手磨きで艶出しをするノンシリコン、ノンワックスの超微粒子コンパウンドです。水垢一発の付属のスポンジです。
磨き傷は、ついていません。はい、次はですね、仕上げ用バフと同じ材質の、塗装に優しいスポンジです。はい、磨き傷はついていません。はい、こちらがですね、センチュリーの、トランクパネルに使った水垢一発とスポンジです。こちらがですね、ハリアーのリアスポイラーに使った、3M のインペリアルハンドグレースとスポンジです。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。